猫族チャンネル。こんにちは、ご訪問ありがとうございます。猫族です。今回もカッティングプリンターで N ゲージレイアウトに貼るオリジナルシールを作っています。紙やシールはもちろん、柔らかい素材であれば1ミリ程度のものもカットできます。薄いプラ板のカットもできるので、オリジナルアイテムを作りたい方におすすめです。この場所には展示車両を置いて猫族パークにしたいと思っています。近くにはオリエント急行のプルマンも展示しているので、上手に作り上げることができれば車両基地に隣接する鉄道公園になります。それではまた次の動画でもお会いできれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。猫族